よく歯茎をネタに使うクッキー。友達の母親が地元滋賀県の田舎にはめったにいないほど美人でとても好きだったのだが、笑った時の歯茎が紫色だったことに爆笑し、それがきっかけでよく歯茎を使うようになった。RG の息子竹丸くんの名付け親になっている。一時期白塗りでテレビに出ることが多かったクッキー。1日3本白塗りの仕事が3日続いた時は顔が荒れ、セミエビみたいに腫れ上がった。ドリームマッチでオードリー若林と組んだ際、ネタ作りを始めると、開口一番若林くんって坊主にできると聞き、若林が理由を尋ねると、国会議事堂の被り物をして一人で主張を叫んでたらかっこよくないとセンスを爆発させ若林を驚嘆させた。そんなセンスが爆発しているクッキーだが、芸人仲間からは昔から同じことをしていて、ようやく時代がクッキーに追いついたと言われるが、ザコ師匠に同じことをしているが見せ方がうまくなったと言われ納得した。